いやー出ましたね久保節。俺は逆境に立ったことはないと。素晴らしい切り返し。もう太刀打ちができません。<laughs> まあで、ね、もまあ窪さんの話にですねかけて、まあ、少し僕からもお伝えするならば、まあ、多くの人はですね、えー、これね面白い現象があるんですけどなんか僕もいろいろ相談を受けてアドバイスするんですけど これ本当に面白くて何かっていうとあの販売してないのに販売する前に悩んでるんですよまあちょっと分かりづらいかもしれないですけどなんかその商品これから販売していくっていうでまだ販売してないですよ販売してないけど悩んでるんですよ一番悩まないといけないのが販売した後売れなかったら そこの最善次じゃあどうしたらいいかっていうところに悩むというか考えないといけないのに販売する前に悩んでで止まってやらないんですよこれ, <laughs> これ結構言ったりするんですけどねいやいやそれはその後考えればいいんじゃないかなっていういや要はやる前から悩んでやる前から悩んでそして止まるっていうねこのな,なんやろうなうんまあ僕はですねこのののマインドセットの一つであの まあ今回は僕のマインドセットの一つですね。まあテストですね。とにかくテストすると。テスト。うん、失敗もクソも成功も、とにかくテストやってみないと分かんないわけですから。だからまあ、か100%うまくいくっていうことは僕はないと思うんですよ。100%うまくいくっていう。まあこれはもうな、なんだ、ユニクロの柳井社長さんだったかな。なか急所い勝ぱいみたいな本出してるんですけど、その大企業の社長さんでも、 うんあ一勝9敗かすいません大企業の社長さんでも1勝9敗10回,当た10回やって10回ホームバッターボックスに立って1回当たればいいよみたいな話をしてるわけですよで普通の凡人がね普通の凡人がなんかその10回バッターボックスに立って10回ホームランを打とうとしてるんですよいやその無理じゃねえみたいな郷 <laughs> さんどうですかねなんか全く初心者の人が なんかあのメジャーリーガーのバッターボックスに立ってホームラン10球10回打つぞみたいなねいや別に思うことはいいかもしれないですけどうーん難しいよねっていう話で難しいことを考えてるんですよねなんかこれもなんかとんちのようななんちゃらかよくわかんないですけどだからなんか悩む前にやっちゃえばいいんじゃないかなと思いますね僕は悩む前にやるかやらないかっていう、うん、悩むことは悪いことではないですけども なんかそれが足かせになって止まってるんだったらうーん何も変わんないですからうんだからまあつべこべ言わずやれということでございますよ本当にうんまあ僕はですねあの結構その苦労話をだいぶしますうんあのまだレベルが低いんで僕は非常に僕はレベルが低い男なんで器が低いんで、えー、苦労話もしますで今回も今朝何時だ 久保さんはもう寝たのかな久保さん寝てないのか分かんないですけどもう今6時ですよ6時6時でもう寝ようかなと思ったんですけどあの実はですね深夜あやさんですねあやさんから動画が送られてきてで使っていいですよみたいな使っていいんかみたいなで、動画編集今ね3時間ぐらいやってたら朝方になってで朝方になったら今度久保さんから動画送られてきて <laughs> 見ちゃったみたいな でもう,もうちょっとねあのー、結構ドリームアカデミーはそろそろやっていくのでもうこの結構今バンバンやってますけどちょっと多分止めると思うんでそのうちだから止める前にやり込んどこうかなっていうとこで <laughs> 今やらないともう多分12月後半はこのやり取りも一回止めるんで、うん、だからどうしたのって話ですけどなんかねうん ややらななないで寝るとかねなんやろうな、まあ、僕もありますよ僕も人間なんでありますけど寝たいですよてか寝たいというかもう朝ですからね <laughs> そ<う>でもやるっていうねなんかその眠いから寝るっていうのも人間なんでありますけども眠いけどやるっていうところの積み上げなのかなと思いますねなんか結局時間ないじゃないですかみんな。 みんんなな時間ないんでだから本当動画編集なんかちょっとちょっとほんち,ちょっと本格的にちょっといろいろ入れたりとかしたらもう3時間ぐらいかかっちゃったわけですよ。寝たいですよ。寝たい。<laughs> 寝たいけどやるっていうね <laughs>、まあ。とりあえずあのまあ逆を言ってほしいなと思います。なんか自分の感情とは逆をいく。まあ感情のままに、えー、楽しいことにこう。 考えてやるっていうことも大事かもしれないですけどうーん、それだそれだと成長しないというか怠けたいなと思って怠ける成長ありますじゃあ自分の感情が怠けたいみたいなもう僕何もしたくないみたいな感情に身を任せたら何も成長しないと思うんですよね でも俺は怠け者でいいよ。っていう生き方だったらそれでいいと思うんですよ。別にそれどうぞ。みたいな話なわけですよ。僕が言いたいのは誰に言ってるかっていうと、そのお金を稼ぎたいとかね。億万長者になりたいとかね。あの人生変えたいと思ってるのにもかかわらず、怠けてたらそれはなれないよ。っていう。ただそれだけです <laughs> ね。成功したいとか自分なんか成し遂げたいと思うんだったら、そこの感情に身を任せたら無理なんで。 無理じゃないですか <laughs> だけどみんな,なんかそうやってる傾向が多いんですよねじゃあどっちなのみたいな本当に稼ぐ気はあるのかと <laughs> だってし普通のリアルの仕事もそうじゃないですかだからもう今日平日なんでね朝から起きてねあ会社行きたくねえなって思う人多いと思うんですよでその感情に身を任せてねもう会社行きたくないからもう行かないみたいな <laughs> ってやってたらクビになりません クビにななりまますよね行きたくないけど言ってませんだから給料もらえるんですよね。大丈夫ですよね、それ。だそ,それはそうやってるのにもかかわらず、ことなんか新しいことになると、なんかそれが違うんですよね。うん。ネットビジネスも何でも一緒ですよ、そんなの新しいことをやるってことは大変だし、分かんないことだらけですよ。だけど、それでもやっていかないと、人生は変わらないし、収入は変わらないということですね。うん だから人生を変えたい収入を上げたいと思ってるんだったらあそこやってほしいなとでもしそこをやりたくないと吉田さんそういうのをもう怠けたいんですと怠け,怠けたくてもお金入っていきたいんですっていう場合は久保さんの即果塾入ってください本当に <laughs> 久保さんの即果塾ではその MLM のその金利ビジネスっていうのがあ,ありますから、えー、そこに、えー、1, 1ヶ月で30秒とかですかね 1>, 1分とか2分か、まあ、書類というかなんかそれ書きなんかやればいいだけです、まあ、詳しくは久保さんに聞いてくださいだビジネスやりたいと思ってるんだったらあの僕のとこ来てください本気の人がねはいな感じでございますいってらっしゃい